マノチです。よろしくお願いします。映画やっていきましょう。今日から夏の甲子園ですね。まあまあまあ頑張っていきましょう。なんとかね勝っていきましょう。はい、コメント読んでいきたいと思います。名称おかえりなさい。ただいま。効果の時マノッチの声が聞こえませんでしたが歌ってました。美声しか聞こえなかったんだけど、あのね最近歌上手くなったんだよね。この効果聞くといつも漫画学園高校が思い出される。俺ね桜高校思い出すかな。俺は桜高校なんだよね。南国の名門名護実業は甲子園に出場してるのだろうか。俺ね実はもうさっきトーナメント表見たんです。見たんですよ。名護実業真上にいます。すごくない？すごくない？で2回戦アキルの勝利をいるんだよね。アキルのも春にやってるんですよね。まあただ名護には負けてるわけで春の決勝で、まあ、3回戦で当たったら面白いのかなとは思ってはいるんですけどもね。パワープロ2020が7月の9日に発売予定らしいですね。このコメント見て初めて知ったんですけども、まあ、スイッチ版らしいんですけども、よかったな俺ニンテンドースイッチ買っといて。やっぱ松坂の155キロだな。まあ、球速何キロが好きみたいな話だよね。俺が156キロとか響きいいなみたいな話したと思うんですけど、球速の前に選手名がつくとちょっとずるいよね。例えば藤川球児の151キロってなったら、まあ打てねえやつかなってなるじゃん。なんかそんな印象あるじゃん。なんか斉藤佑樹の151キロ出るのってなるじゃん。質問です。読むコメント選ぶのって朝動画撮る直前にやってるんですか？そうですね、動画撮る直前に、コメントをチェックして、でなんか喋りやすそうなものというかを適当にパッパパッパスクショ撮ってっていう感じです。最近彼女とどうですか？どうですか？ SM にハマってます。よしやっていこうか、頑張りましょうか。まあ一応選手はノリノリですね。みんな大事ですね。しゃ頑張ろう。特に意味があるのかないのかじゃなく、レベル5をねこういうのは軽球ぶち込む方がなんか気分がいい。頑張ってこうぜ。いやまあ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 もちろん目指すは優勝なんですけども、なんていうのかな、少しでも多くレベルアップはしていきたいですよね。滋賀でいきます。G に行きましょう。打率が一番いいのは桃田が一番いいのか。はい、OK。あー、プロいるな。多分9番外崎選手だよね。まあ見てみないと分かんないけどもさ。よし、今日9番に置くってことはそんなんでもないのかな、能力的には。さあこれから球児たちの夢舞台が幕を開けます。頑張りましょう。甲子園大会1回戦第1試合の模様をお届けいたします。一塁側南北海道代表強豪双葉、三塁側青森代表お願いします。上北、憧れの舞台でひたすら勝利を目指します。さあ球児たちの強っ強っ。バッターは藤村。思ってたんと違うの、魔物は引いたけどな。もうちょっと終盤で使いたいかな。いいなお前奥田くん、奥田くんいいな。なんかすげえ魅力的だな。そんな変化球いらない、ツーシームもいらない。欲しいけど欲しい。いいね、いいな。おエラー持ちか。あやっぱプロですね。あれこんな顔だっけ。
お、これは隼人選手ですね、多分というか、まあ、間違いなくそうかなと思うんですけども、いいな、羨ましいな、向こう羨ましいな。よっしゃ、頑張っていこうぜ、頑張っていこうぜ。まずはキャプテン、なんとか塁出ましょう、そこから始めましょう。頑張れ、オッケーな、バッチ抜けた。藤村ナイスバッティングです。きつ、魔物のタイミングだな。ちょっと乱暴な考え方かもしんないけど、魔物あればなんぼでも追いつく可能性があるってことを考えたら、まだどっかで使うタイミングあると思ってんだよね。頑張れ、いいね、キャプテン。ノーアウト二塁、お、走ったか。精密機械行きましょうか。うーん、いや、取っとくべきかな、使うべきか。いや、なんか俺の中だ、取っとくべきだと思う。あ、待って、慎重に行こう。引っ張りの方がいいかな、なんかのアウトコースヒッター。オッケー、ナイバッチだ、ナイバッチだ、マジでナイバッチだ。さあ、持ち前の強心臓が力を発揮するのか。さあ、桃田頑張ろう。バッターは3年生、うん、まあまあまあいい、仕方ない仕方ない、熱血使って、力を発揮することになるのか。まあまあまあ、強心引っ張り行こうか。初球を打ちました。追い込まれる、まだ強心で。三塁に牽制ってあんま見ないな。ストライク、魔物使う、魔物使うぞ。さあ、甲子園の魔物すら味方につけるのか。頼む、松野バットに当てろ、頼む、頑張れ頑張れ、バットに当てろ。打ちました、三塁ランナーホームに帰ってくる。二塁、よし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 、頑張れ、ブラジル。さらなる成長を遂げることができるか。頑張れよ、ジンよ。頑張れよ。いけるぞ、バットに当てればいいだけだぞ、とりあえずは。ボール球、タッチ、よしよし。落とせ、オッケー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 、よし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 。ショートのエラーが記録されます。満塁。さあ、木島。ラッキーボーイ使っとくか。うん、使っとこう。さあ、ラッキーボーイの本領を発揮してほしい。できればサード方向だけども、まあもうこれに関してはレベル高いもんで。木島頑張れ。外のボール球だった、ミット弾いた。よし、木島なら間に合う。オッケー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 、いいよいいよいいよ、全部エラーだ全部エラーで点取ってるぞ。頑張れ、バットに当てろ、打てるぞ、頑張れ。まあ仕方ないな。ファウルグラウンドキャッチしています。黄色い線か、いや使っとくか。これは黄色い線を背中に受けてやる気もみなぎります。広角だよね、持ってるね。引っ張りで頑張れ、別所別所頑張れ。ボール球った、ないバッチ、普通にないバッチだ。オッケーオッケーオッケー、いいぞ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 、よし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 、同点同点同点。平林ランナー、さあどうする。
エンドラン行くか、今日の藤村くんの調子考えたら普通に打たせても面白そうではあるんだね。おめえか、お前か。セーフティーバントありだな。セーフティーバントだ。あっと弾いた。あっと送球それた。よっしゃ、いいぞ。取っておいてよかった。精密機械精密さを発揮することができるか。初球をナイマッチ。マジで神がかってる。ハットリよし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 。魔物ってすげえ。魔物すげえぞ。いや今な、なんか逆転した勢いでミスったな。丁寧にミート打ちを心がけるべきだったな。ナイバッチ。オッケー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 。桃田タイムリーツーベース、初安打。さあ バットに当てましょう。よし、よし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 。うん、あと何点取ればコールド。もう守備したくないよね。怖さはあるよね。怖さあるよね。滋賀で5点取られるチームだから。この5点をフル活用し。さあラッキーボーイの本領発揮。タイピンチはでかいな。1イニングかな多分つくのは。これは内野ゴロ。滋賀ボールを掴んだ。一塁送球。あーっと送球。どうした、魔物継続か。多分1イニングだよね。あじゃん、1打席ねだね。滋賀踏ん張れ。ここを踏ん張れれば5点差あればちょっとは勝ちが見えるぞ。空気的には。どうしよっかな。うん、臭いとこ行こう。うん、いい、うん、もういい、今のはしかない。ストライク入んねえんだよな、なんかな。ライト線ぐーっと打球が上がってきますが掴みました。よし、オッケー。これで2アウト。いい守備してんね。盛り上げる使ってるわけでもないのにね。しました。2塁ランナー3塁へ抜けた。レフトバックホーム。白石ナイスバッティングです。頑張ろう。まあまあまあ能力的にはどこでホームラン出てもおかしくないからね。意外とあれなんだよね、球数がそんなんでもないんだよな。死んで捉えた。オッケー、よし、オッケー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 。よく踏ん張った。三者残塁。5回の表が終わって10対5、双葉5点リードは変わりません。まあ犬塚金太いるし、まあちょっと頼りないかもだけど1年生もいるから6回まで投げてくれればまあどうにかなるかなって気はするけどな。ファイトイ。奥田くんが多分下がるな、これは。あと2人かい。これでワンアウト、ランナーは2塁変わりません。奥田、ランナー。ん ?7 点でさよなら。まあ、とりあえずまだ滋賀。いや、ていうかあれだな、もうコールド勝ちは結果なればぐらいな感覚でいこう。これで2アウト。ランナー頑張れ。
頑張れ。来ました。外崎掴んでこれで3アウトになります。2アウト1・2塁。踏ん張れる、まず踏ん張れる。もう臭いとこで押しちゃっていい気がすんな。臭いとこで押すか。来ました。アルボー。いやー、まあさすがだな。まあね、向こうの能力的に今までヒット出てない方が不思議だわ。滋賀頑張ろう。できれば6回だけど持ってほしいけど、次1点取られればもう変えちゃいましょうか。いやー、変えるかすげえ迷うなすげえ迷うな、正直なとこ迷うな。これな、行かせる、まだ行く。オッケー、さすがだ、よくやった。スリーアウトチェンジ。6回双葉、この甲子園の魔物も顔を覗かせそうな場面です。いきなりセーフティーバント、ボールを掴んだ。ピッチャーから一塁送球、よっしゃ、送球それた。ノーアウト1・3塁。オッケー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 。ごめん、間違えた。あ、間違えてもいい。犠牲フライスクイーズ1点欲しいな。ミートも打法もお任せで犠牲フライいきましょうか。頑張れ。アウトロー、仕方ない。バッターは3年生藤沼。藤沼、ナイバッチ。オッケー、いいね。一塁ランナー、あ、魔物中か。一点入りました。いいぞ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 い。タイムリーヒット。これで今日は4打数の2安打。スクイーズちょっと怖えな。なんか外されそうで怖えもんな。ナイバッチ。何点でコールドですか。コールドがないのか甲子園でコールドとかってなかったっけ。あ、大体出すわ。ワンアウトランナー2塁。威圧しよう。さあ、相手投手を威圧していきます。頑張れ、何点やってもいいぞ。来ました。あっと引っ掛けた。ショートを掴みました。仕方ない。これで2アウト。セーフティーバント面白いな。行くか。行こうか。セーフティーバントだ。厳しいかな。キャッチャーから一塁送球。よし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 。記録。代打。バッターは代打猿渡。バタリ。さあ、持ち前の癖物ぶりを発揮するのか。打ちました。ヒットエンドラン。レフトへのフライになった。あー、オッケー、豪快にこぼしたね。さらに1点追加。記録はレフトのエラー。レフトのエラー。はい。双葉この回5点目。15対6。魔物ゲーだな魔物ゲーだな。ボール球打った。ピッチャーの頭上。ピッチャー落下点。あっと落とした落とした。記録はピッチャーのエラー。よしよしよ。ピッチャーのエラーです。こうなると魔物って面白くないんだよね。使っといてなんだけど使っといてなんだけども、あと横田くん1人か。魔物中のセーフティーバントの強さが魅力的すぎて。そして今切り直した。記録はヒットになりました。頑張れ。ボール球打った。こ
めん。なんかなんだろうな、魔物もそうなんだけどさ、こうなると嫌になるんだよね、あの相手チームの気持ちを考えるとさ、すごく辛いんだよね。いや冷静に冷静に、なんてあったっていいんだ、何やるか分かんねえんだから。今日の魔物暴れるね、ずいぶん暴れるね。あ、間違えた、ごめん、早送りしちゃった。スタンドに入りました。ファール、ミート外のボールを引っ掛けた、バント弾いた、取れない、双葉さらにリードを広げた。あれ甲子園ってさ、コールドなかったっけ。なかったっけ。13点か、1年生出しっか。ちょっともったいないよね、犬塚取っといて袴田行きましょうか。まず袴田行きましょうか。で守備だな、まだいらないかな。いや、まあせいぜいここかな、キャッチャー交代。うん、まあまあ、別所のが圧倒的に守備はうまいんですけども、弟いきましょうか。君たちはまだちょっと危険な香りはするんだよな。いや、それでも出してあげたいな。どうにか考えよう。1イニング抑えたんだなお前は。よくやった、よくやってた。代打出そう。ピンチヒッターは森へ。まあ理想的ですよね、代打で出していくっていうのは。できれば流したいな。いや、いっか。あ、いや、丁寧にいこう、流そう。1、2塁間何とか抜こう。頑張れ。頑張れ。どんまい、しょうがない。1番に帰って桃田。さあ、ラッキーボーイの本領を発揮することができるか。打てるよ。初球打ってた。ナイバッチ、弟。ボールは中継。桃田、ナイスバッティングです。今日のキャプテンちょっとすごいよ。来ました。外崎取った。一塁送球。うん、まあ仕方ないな。スリーアウトチェンジ。ランナー。じゃあ東で、はい、1年生組すごいですね。スラッと抑えていくんだね。あ、違う、ピッチャー交代、金手いきましょうか。双葉ピッチャー、こんだけ点差があれば出してもいい、大丈夫。服部お疲れ。さあ、ここはシリ、まずすごく盛り上げましょうか。双葉連盟、すごく盛り上げて、調子も上げて、助言もしてもらってって感じかな。それで大体完璧になると思う。双葉最後の伝令を送ります。監督のメッセージが選手に、はい、よし。さあ、持ち前の強心臓が力を発揮するのか。いいね。強くなったね。よしよし、じゃあ、抑えていきましょう。頑張りましょう。いいぞ、いい。頑張れ。しました。ショート、お、いいね、いいね。守備機会があったのに、どうして目つぶってる。ありません。頑張れ。いけるぞい。ヒントファイト。
いいね。金太ね、あんまり出番ないけど出たら間違いなく抑えてるよね。マーキョース、まあ、ちょっと魔物の力頼りすぎた感はあったけども、まあ勝ててよかったですね。あざしゃ、トーナメント表見ましょう後で。ギラギラ眩しいマイフレンズ、ほのかに香る春のフェーバー、虫けらみたいな俺たちのドキドキの未来をつかみ取れ、ときめくときめけときめけば、ふたばここ。いやー、歌うまいもの歌うまいもの、多分日本で一番この歌歌ってるの俺だから、すごい歌い慣れてるもん。はい、ああ金太いいね。サークルチェンジさんいいね。ガンガン成長していこうぜ。あ、桃田兄のミート力が上がりましたね。いいですね。満塁男アンダムいいね。お、滋賀スライダー5いいですね。藤村くんミートめっちゃ、あ、袴田終わったんじゃない、フォーク。じゃあ何か他のものをやっておこうかな。あとであの動画撮り終わった後にジーニョすっげー伸びたな総力なんだっけ、練習指示出してやっときます。やりました、名門校。そろそろなんかね、異名がつきそうな気するんですけどね、誰かしらね。わかんないかな。都合よく3はないのあった、3あった。8月10日甲子園中って意味ない意味ない、やっちまった。8月10日は、やってしまった。すげえショックすげえショック。せーの、アキルノ。はい、アキルノとは何対何で勝ってるんだっけ、2対1で勝ってるんですね。とりあえず名護がどうなったかですね。わかんないんですかわかんないんですか。あ、向こう1回戦シードか、これ。そっか、向こう1回戦シードか。よし、じゃあ、終わりましょうか。ちょっと8月10日やってはしまいましたけども、動画撮った後に、後で練習指示出してやっときます。結構練習指示出すの時間かかるんでね。はい、では、終わりましょう。終わり、バイバイ。